日本神話その後、天の岩と右慶で勝利を宣言して身の潔白を証明したスサノオは、浮かれて高間ヶ原の御殿には糞をまき散らし、田んぼを荒らしたりと乱暴を働きました。天上の神たちから高間ヶ原の最高神であるアマテラスに苦情が入りますが、アマテラスは糞は酔って吐いたもの、田んぼは耕しただけだとスサノオをかばいます。ずっと弟をかばい続けたアマテラスでしたが、ある時畑屋でアマテラスが絹を織っていた際に屋根から皮を剥いだ血まみれの牛を落とします。これに驚いた旗織目が火に刺さり死んでしまいます。頭を抱えたアマテラスは天の岩戸に閉じこもってしまいます。すると太陽神であるアマテラスが身を隠したため、天上も地上も闇に包まれ、世界中で魔が発生して災いが起こり出しました。それに困った世界中の八百万の神々が天の安川に集まり出して、どうしたものかと悩んでいると、造花三神の一柱である高見むすひの子、常世の重い金の神が様々な儀式を提案します。まずは長鳴き鳥を一斉に鳴かせてみせ、次に鍛冶師天妻らが作った鋼をもとに、鋳物の神石こり止めの御事が八田の鏡を作り、装飾の神である玉の親の御事が八坂にの勾玉を作ります。祝詞の神雨の小屋根の御事と神事の神太玉の御事が共に太まにと言われる占いを始め、榊を掘り起こし、枝に八田の鏡と八坂にの勾玉右白をかけ、それを太玉が御幣として捧げ、雨の小屋根が祝詞を唱えました。芸能の神雨のうずめの御事が肌をはだけさせ踊り始めました。ここで八百万の神々が一斉に笑うと、アマテラスは天の岩戸の扉を少し開き、なぜ外の世界は闇なのに雨のうずめは踊り皆は笑っているのかと問います。雨のうずめはあなた様より尊い神が現れたので祝っているのですと答え、それと同時に雨の小屋根と太玉が八田の鏡を掲げると、鏡に映った自分をその尊い神だと思ったアマテラスは天の岩戸から少し身を乗り出します。そこで隠れていた雨の太力尾がすかさずアマテラスの手をつかみ外へ引きずり出し、太玉がもうこれより中に入らないでくださいと言い、岩戸の入り口にしめ縄を張ると、たちまち世界に昼が訪れ明るくなりました。八百万の神々は相談し、スサノオに罰を与え高間ヶ原から追放します。こうして天上界と高間ヶ原それぞれから追放されたスサノオは地上へと降りていきます。次は地上へ降り立ったスサノオの物語となります。ご視聴ありがとうございました。次回、ヤマタノオロチ。